皆さんこんにちは、チャンネルライダーヒロでございます。本日も仮面ライダーの新しいおもちゃ商品紹介レビューしていきたいなと思います。本日ね、もちっちゃんに来ていただいております。ご協力お願いします。もちっちゃんさん、今回完全に、お面をつけていただいております。もちろん紹介ですね。こちら、今回紹介させていただく仮面ライダーのおもちゃなんですが、現在、劇場で公開されております新仮面ライダーですね。こちらにもパンフレット置いておりますが、こちらからの、商品でございます。今回紹介させていただくのは、こちらの端っこの方に置いております。なんと、こちらトミカでございます。トミカの新仮面ライダーの商品でございます。普段ね、私チャンネルライダーヒロ、仮面ライダーのおもちゃでトミカの紹介というのは全くないんです。というのも、右上の方のロゴ見ていただいたらわかるでしょうか。そうなんです、タカラトミーさんなんですよね。どれだけ珍しいことなのかと言いますと、仮面ライダーのおもちゃって基本的にはバンダイが出していますよね。そう、確かに。そう、はい、ですが今回ね、あの新仮面ライダーは、タカラトミーからもおもちゃが出るということで、私ね、基本的にはバンダイの製品を買っているという形になるのですが、今回は珍しくタカラトミーさんの、おもちゃを紹介することになるということで、しかもね、タカラトミーさんから珍しく仮面ライダーの商品が出るということなんで、ここはね、どんなクオリティで作られているのかっていうのが、私非常に気になっていたので、今回これを紹介していきたいなと思っております。近くで見させていただきますと、ちゃんと本号のね、サイクロン号、そして一文字のサイクロン号、それぞれが商品化されております。もちっちゃんさん、ちなみに違い分かりますか？本号と一文字のバイク、ちょっと目一緒に見えるんですけど、一緒に見えるんですよね。基本的に、ね、形も何も違いないんですよ、はい。いわゆるこのバイクでいうマフラーの部分ですね、こちらのカラーリングがちょっと違う程度なんですね。そうなんですよ、細かな違いの部分、差し替えではなく一つの商品としてしっかり出してくれるあたり、タカラトミーさん非常に好感度高いんじゃないかなと、はい、個人的には思いました。それではね、中身をしっかり見ていきたいなと思います。それでね、おじっちゃんさんにはまず本号の載ってる方のサイクロン号を開けていただいております、はい。トミカっておじっちゃんさん通りましたか？私はちょっと買ったことがなくて、ね、買ったことないです。ミニカーとかですよね。そう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 、女の子はなかなかね、関わらないかな、はい。私もね、自分で買った記憶はないんですが、やっぱちっちゃい頃家にありましたよね、うん。やっぱもらったりすることとかはあったりしたと思うんで、うんうん、ということで、開封の方が完了したようです。早速見せていただきましょう、はい。おじさんはどんな感じですか？はい、重量感あります。でもすごい大キャストですかね。もちさんもトミカを、触ったこともないと思うんで、初めて触りました。初めてですか？じゃあ実際に、ね、近くで見せていただきましょう、はい。もちちゃんさんの感想、あ、確かに重いですね。やっぱ箱が結構大きかったね、大きいのかなと思ったんですけど、トミカってそんな大きくないサイズ感のシリーズなんで、そのサイズ感に合わせられて作られてるのかなっていう印象を覚えました。私も今初めてね、こういう風に見てるんですけど、あ、すごい、ハンドル動く、左右にちゃんと動きます。ちゃんとね、ずっしり感もありつつ、ハンドルもこういう風に細かい、動いてくるんで、そうですよ、曲がったりもできるよっていうことですよね。でね、またバイクのこのなんていうんですか、造形ってなかなか難しいんですけど、こうパッと見ていく限り、いわゆるライダーのマークとかあるじゃないですか。映画のシーンとかではドアップで映ったりするじゃないですか。こういうここの部分もね、しっかりプリントされてます、ライダーのマーク。そしてね、後ろの部分もしっかりね、マークついていて、でまた上から覗いてみてもしっかりここクリアパーツも使われているし、赤のね、このラインの部分しっかりと塗されています。あ、タカラトミーのやっぱりこういう乗り物の作る技術っていうのがなかなかすごいんだなっていうのを今ね、触りながら思ってます。すごいですね。タイヤの部分もね、もちろんトミカって転がして遊ぶものだったと思うんで、しっかりねタイヤが動きます。トミカってバイク出してたのかな、あんまり記憶はないんですけど、私はあんますごいかじったわけじゃないんでね、車しかわからなかったんですけど、こういう風にね、バイクもしっかりクオリティ高く作ってくれているんだなっていうのは本当に見てて驚きました。重量感もあって、そしてね、塗装もしっかりしている、非常によくできたものなんじゃないかなと。まあ、このぐらいのクオリティというか、こうずっしりとした作りであれば、まあ、子供がこうやって遊ぶ分にも問題もないんじゃないかなと。対象年齢どれくらいだったのか、対象年齢は6歳以上、まあ、3歳の商品もあったりするんですから、はいはい、6歳以上は楽しむことができるということで、非常に素晴らしいですね、トミカのこのシリーズ。本号の方ね、開封して見ていきましたが、基本的には一文字も開けていただきますが、はい、マフラーの色が違うだけですので、パッと見ていきたいなと思います。はい、はい、
持ち者さん、はい、じゃあ一文字の方のサイクロンも開けていただきましたが、はい、基本的にカラーの違う部分、持ち者さんお面越しではあるのですが、本語の方こちら置いております。違いわかるでしょうか。見比べていいですか。見比べてください。マフラーですよね。マフラーです。後ろの色違うの分かりましたか。黒、そうです、ちょっとね、あの紺色っぽいカラーですよね。で、一文字の方は、はい、シルバーですよね。シルバー、はい、はい、あ、じゃあ本当だ。そうなんですよ、視聴者の方にもじゃあ分かりやすく見せていきたいと思います、はい、見ていただきましょう。はい、こちらね、一文字の方も商品化されたんですが、見てください、後ろの方のこちらのことです。マフラーというのは、本語の方は紺色、そして、一文字の方はシルバーのカラーリングになっている、この違いで、別ラインナップでしっかり商品化してくれております。やっぱりね、差し替えで1種類とかになっちゃうと、やっぱりね、2個みんなバッて買っていっちゃって、あ、売り場ないなっていうこともあるんですが、しっかりね、タカラトミーさん別々の商品として商品化してくれているので、並べることができるっていうのは嬉しいポイントですね。もちろん一文字の方も全く同じ出来なので、ハンドルも動きますね。はい、ということで、前半戦の方は、今回ねトミカから発売されたサイクロン号を紹介させていただきましたが、今回の動画は後半戦、今劇場で公開されております新仮面ライダー、こちらのね話題というか、感想というか、そういう動画もね今回ね公開していけたらなと思っております。今回ねもちっちゃんさんにも、来ていただいて、新仮面ライダーの魅力という部分も一緒にお伝えできたらなと、はい、この動画で思っております。はい、はい、もちっちゃんさんどうですか、新仮面ライダー。非常に、いや、もうすっごい待ってて、単純に邦画としてレベルが高すぎて呼吸と同じぐらい見てます。そうですね、もちっちゃさ非常に多く鑑賞されてるっていう話も私聞いておりますので、いろいろとグッズ持ってきていただきました、はい、もちっちゃんさんがねイベントとかでつけておられるものみたいなのですが、このように、はい、皆さんもご存知の通り、そうです、ルリルリですね。ルリルリのこのぬいぐるみだったり、あとね劇場グッズになってるこの1号と2号のこのマスコットチャームみたいな、はい、ぬいぐるみだったり、ファミマでも印刷期間終わっちゃったんですけど、このクモオーグのシールだったりね、あと反対側見ていただいたら、皆さんわかるでしょうか。入場者特典も、今回新仮面ライダーありまして、その第1弾のね入場者特典の仮面ライダーカードのレアバージョンのクモオーグですね、こちらの方なんともちっちゃんさんが気合で手に入れたということで、2弾の ID タグももちろん持っているようです。非常にすごいですね。はい、驚きです。ということでね、もちちゃんさんが持ってきていただいたグッズから分かる通り、非常にクモオーグが、あ、もう最推しなんで、あ、大好きなようです。1番目に見た時からそのすごい好きになって、はいはい、そっからもうずっと見てる感じなんで、一番ハマったきっかけがクモオーグ様といっても過言ではないです。緑川グループではないんですね。あ、もうショッカー派なんで、私はショッカー派で大変ですね。スカートが来るかもしれません。ショッカーから気をつけてください。なんとね、もちちゃんの服もね、ちょっとクモオーグに合わせた、はい、服装、それも作ったんですよね、はい、袖の部分をねこう縫い合わせてみたいな感じでまた作られて、しっかり、クモオーグ様のためのね、服装もしてきてくださっております。対する私側はもちろん、緑川グループ派でございます。仮面ライダーが大好きでございます。私みたいなこう仮面ライダーにズブズブにハマってるような人間でも、この新仮面ライダーという作品本当にね感動しました。この映画のね、なんて言うんでしょう、発表されてから約2年、でもすごく楽しみにしてて、やっぱ楽しみにした分こう内容ってかなりなんて言うんでしょう、期待しちゃうじゃないですか、うんうんうん、なんでね、その期待も持ちつつね、初日の、最速上映でしたね、はい、最初に行ったのは確か、そちらで見たんですが、本当に、面白かったです。っていうのも、やっぱ仮面ライダー知ってるから、こういう部分がリメイクされてる、ああいう部分がリメイクされてるっていう部分で面白いんじゃないのって思う方もいるかもしれませんが、私はもちろんその目線でもいいんですが、一つの作品として、まあ昔の仮面ライダーとはまた別、ちゃんと一つの作品の新仮面ライダーとしても非常に面白い、すごく、よくできてる作品なんじゃないかなと私は見てて思いました。と、うんうん、いうのも、今回この映画を撮られているのが、新エヴァンゲリオンだったりをされている庵野秀明監督ですね。もちっちゃさんはエヴァとか好きですよね。エヴァは見てます、見てました、はい、ね、関わりのある、もちっちゃんさんはもちろん面白いけど、私はこういう形での庵野さんの作品っていうのはすごく多く触れたことがあ
るという機会ではあるんですね。もちろんエヴァンゲリオンはね、進められていただいたんですが、はい、それでもね、本当なんて言うんでしょう、他のライダーシリーズでは見たことのないような画角の撮影だったりとか、うん、技法だったりとか間だったりとか、あとなんて言うんでしょう、ストーリーの展開っていうのは、はいはい、本当に新鮮さを感じました。ですよね。これはね、一つ、今まで長いこと空画から見て、はい、空画から見てきても、本当に新しいものでした、うん、もちろん昭和も全て追ってるんですが、デザインはしっかり昔のいいところをなんて取り入れつつ、 で、 ね、でもね、ものすごく今の雰囲気になったかっこよさも兼ね備えていて、デザイン部分も素晴らしい、そしてなんとストーリー部分も今の時代に、まあ、昔の大事な部分、要所要所の大事な部分っていうのは残しつつ、今の時代に合わせたストーリー展開だったり、面白さだったりっていう部分にしっかりこうなんて言うんでしょう、マリアージュというか、しっかり作り込まれていて、はい、本当になんて言うんでしょう、映画の映る一つ一つの全ての部分に、無駄なものが一つもなかったんじゃないかと、そうですよね、思えるような素晴らしい作品でした、はい、本当にね、最初から最後、まあ、骨の髄まで全て面白い作品でした、ね、本当にそうでしたね、特に本当に初日の最速上映で行ったので、何も知らない状態で、行ったんですよね。ネタバレとかも一切なく、今はね、はい、結構情報も公開されてきて、いろいろとね、皆さん、お知りになっている部分もあるかもしれませんが、やっぱりね、最初に見た感動というのももちろん素晴らしかったんですが、この映画何がすごいって何回見ても面白いんですよ。そうなんですよね、飽きないんですよね。そうそう、やっぱり、ね、入場者の特典もね、いくつか追加されてはいるんですが、本当に映画一本として普通に見に行くのが面白くて、何回も、はい、新たな発見っていう部分もあるかもしれませんが、この物語は何回通しても楽しめる作品なんじゃないかなと、私、むしろ何回も見た方が物語を理解できるというか、まあ、1回でも理解できる部分あるんですが、より深みが分かっていく、この時の本郷はこんな気持ちだったんだなとか、あ、一文字ってやっぱりいいキャラクターだなって再認識できたりとか、あとオーグたち、他のクモオーグだったりのかっこいいアクションだったり、はいはい、でまたいろんなオーグたちね、他にもいっぱい出てくるんですが、魅力的ですね。そうなんです、一人一人のキャラクターも濃かったですね、はいはい、その部分で言えば一人一人のこのキャラクターたちも、なんて言うんでしょう、昔の時代のキャラクターに引っ張られている部分は何一つなく、一つの新しいキャラクターとしても、もう一人一人の怪人、例えばもちっちゃんさんがハマっているようなクモオーグだったり、はい、もう怪人だったり、脇役のね、政府の男だったり、そういう部分たちも一人一人がすごく輝いている映画でした、はい、いや、こんなになんて言うんでしょう、キャラクターを余すことなくしっかりみんなが、なんて言うんでしょう、魅力的に描ける作品って作るの難しいと思うんですよ。そうですよね。それを見事に表現できてるっていうのは、この新仮面ライダーのすごい点の一つなんじゃないかと、はい、私的に思ってます。もうね、話し出したら止まりません。私もさっきからずっともうマシンガンでしゃべってるみたいな状態ですよね。そうなんですよ、本当新仮面ライダーは本当に私が見てきた中の映画の中でも、一番と言ってもいいんじゃないかなと思ってます。はい、お、一番ですか。いや、これは一番ですよ、はい、仮面ライダー史上、ね、というか、はい、まあ、映画史上私の中でも一番面白かった作品です、はい、墓に持っていく作品ですね。もうブルーレイも買うつもりです、はい、いや、これだけね、私ももうどっぷり、ましては、女性であるもちっちゃんさんですら、はい、こんなにハマってしまうような、すごい作品であるこの新仮面ライダー、はい、ぜひね、まだ見てない方はね、見ていただけたらなと思っております。ぜひね、この新仮面ライダーの世界体感していただけたらなと、はい、ぜひ劇場でスクリーンで大画面で見ていただけるとね、嬉しいですね。まあ、私たちと同じように、まあね、もちっちゃんさんみたいにショッカーに入ってもよし、私のように、ね、ライダーが大好きになってもよし、絶対ね、皆さん迷うと思います。好きなキャラクター好きになっちゃうと思います。なんでね、ぜひ、皆さんの大好きなキャラクターをね、画面で見てあげてください。新仮面ライダーを見てあげてください。よろしくお願いします。ということでね、ここからは新仮面ライダーの、まあ、入場者特典だったりこういうなグッズもあるんですよという紹介もついでにしていきたいなと思います。まず一つ目、こちらを紹介しなければなりません。もったいないです。これから映画を見る方、そして映画を見た方にも、おすすめできる一品なんですが、このような漫画が出てるのを皆さんご存知でしょうか。こちらでございます。新仮面ライダーショッカーサイド、真の安らぎはこのようになく、このタイトルを聞くだけでね、見た側の人からするとちょっとぐさりとくる部分がありますよね。タイトルだけでなんか今思うとおーというような、
っていう部分で、こちらの漫画がね、現在、映画とリンクして発売されております。現在のところ第1巻のみなのですが、こちら、表紙に写っているこの子供緑川一郎という少年ですね。こちらと、後ろに写っているケイという、いわゆるアンドロイドヒューマギアなみたいな存在ですね。ゼロなんていう、このね表紙に写っているキャラクターたちをはじめとするオーグメント側ショッカーサイドの物語なので、ショッカーに、いわゆる緑川一郎という、少年が入っていってどのような、生涯を、歩んできたのか、そして映画につながるのかっていう部分がしっかり描かれた作品でございます。こちらを読んでいただくと映画がまたより楽しめる一冊なんじゃないかなと思っております。もちちゃんのちなみにこの漫画読んでからまた映画行かれたと思うんですが、かなり深みが出たんじゃないですか、はい、一郎そうですよね、まあ、深くは言わないでおきましょう、まだ固めるので、あとクモーグ様のファンの方は読むべき作品です。そうですね、この漫画はね、はい、クモーグかっこいいです、はい、正直めちゃくちゃかっこいいです。必修科目です。そうですね、ぜひね、ショッカー側が好きになってしまいそうな一冊になるかもしれませんので、はい、皆様注意して、でも必見な漫画ですので、一緒に、映画を見終わった方もまだの方もここから入ってみてもいいんじゃないかなと思っております。ぜひ参考にしてみてください。はい、ということで、漫画の方はね、紹介させていただきましたが、もじちゃんさん紹介したいものがあるようですが少し待ってください。はい、もちろんね、仮面ライダーとカードというものは切っても切り離せない存在でございます。というのもね、当時、私たちもちろん生きていません、心の中ですごく羨ましいな、いい時代だったんだなって思ったりもしてね、私もずっと考えたりしてるんですが、仮面ライダーチップスというものが存在して、スナックかな、スナックというのも存在して、その時にカードが、いわゆるカード付きのお菓子が売られていたんですよね。で、新仮面ライダーではそのなんて言うんでしょう、当時、大ヒットしたそのカードのお菓子をリメイクして、今回入社特典に入れようということで仮面ライダーカードが入社特典になっております。で、私、頑張って、こちらちょっとガンマライジングのバインダーなんですが、中にちゃんとコンプリートして、あ、これはもうファイリングしてあるんですか。ファイリングして入れております。あ、すごいですね。はい、ちょっと待ってくださいね。こんな感じで、こんな感じの最後の方に、はい、入れております。もちっちゃんさんがにはまた後で 見せるんですが、このように第1弾からね、このように、たくさんの仮面ライダーカードめちゃくちゃかっこいい柄なんですよ。もちっちゃんさんもまあ何枚か、ね、持ってらっしゃるんで、はい、分かるかもしれませんが、このように、本郷猛、そして仮面ライダー第1号、緑川瑠璃子、そして、一文字隼人、仮面ライダー第2号クモオーグ、そしてね、コウモリおじさん、コウモリおじさんって言ったらコウモリオーグですね、そしてヒロミこと八王具、そして変身後の八王具、最後は一段の最後はこうですね。はい、サイン当たっております緑川一郎の、サインバージョンですね。そして、続いていく、仮面ライダーカードの第2弾のカードたちも、入場者特典追加で、出ておりますね。仮面ライダー第1号と第2号、そして、本郷猛と緑川瑠璃子、そして本郷&一文字、そして仮面ライダー第0号、ここからちょっとネタバレになっていますが、まあ、情報公開されてるんでね、見せていきます。そして KK オーグ、情報機関の男と政府の男ですね。そしてサインバージョンです、仮面ライダー第2プラス1号、総編イバッタオーグかな、名前が結構長いんですよね、こいつ。後ろの方にこのように説明もついてるんで、大量発生型総変異バッタオーグですね、すいません、こういう風に後ろにしっかり説明も書いておりますので、このカード非常に楽しいポイントの一つでもあります。そして K だったり、緑川瑠璃子、そして、緑川一郎、そしてこちら超オーグですね、そして、KK オーグ、そしてサソリオーグ、背広の男、そしてショッカー創始者ですね。このように、カードがね、第3弾ぐらいあったんですよね。こちらのカードの方もね、一回こうやって映画見ちゃうとね、欲しくなっちゃいます、ね。はい。そうなんですよ。このようにね、仮面ライダーカードも存在したということで、今回動画で紹介させていただきました。他には入場特典ね、いわゆるなんて言うんでしょう、色紙みたいなサインの書いた色紙も存在したり、あと他にはこのようにちょっと全種類まだ揃ってないんですが、ID タグと呼ばれる鉄のね、いわゆるなんてキーホルダーですね。こちらも、配布されております。全9種類。こちらね、バターオーグメント1、仮面ライダー第1号本郷猛、そして、仮面ライダー第2号、バターオーグメント02と書いてますね。他にはクモオーグだったり、あとね、このようにキャラクターたちがいるんですが、こちらの ID タグに関してもレアソードがありまして、なかなか手に入らない。それをね、どんなものなのかっていうのは、私非常に悔しいんですが、
お茶茶さんが手に入れたということで、おお、見せていきたいなと思います。どんなものだったんでしょうか。あ、これ見せてください、みんな見てください。はい、はい、そうなんです、もちっちゃさん、自力で本当に自力で当てました。普通にね当てちゃいましたね。緑川グループ緑川ルリコということで、こちら緑川ルリコの ID タグが今回、シークレットで封入されていて、もちっちゃさんは普通に当てちゃいました。後ろはこういう風に初夏のマークがしっかり書いております。驚きですよ、もちっちゃさん。これ当てちゃったんですよね、こちら。すごすぎますね。めちゃくちゃ大事にしてるんです、はい、そうです。もう、はい、飾ってるんで。はい。そうなんです。カバーにもしっかり入れてね。はい、そしてね、もちろん、もちっちゃさん、こちら。はい。雲オーブのアイディタグもしっかり手に入れてるということで。はい、もう入場者特典もね、このようにたくさんあって楽しいんですよね。はい。なんて言うんでしょう、バッグを開ける楽しみというか。うん、いろんなキャラクター、今回このキャラクター当たってほしいなって、はい、まあ私的にはもう ね気合でこれ揃えたんですけど、もちろん映画たくさん行ってね、揃えたんですけど、まあこのカードのコレクション的な意味で行ってるわけでもなく、本当に映画が面白くてね、行っちゃうんですよ。でついでにカードもらえるわぐらいの気持ちで、行けるんで、本当にまあ皆さんが映画を見てお気に入りになったキャラクターたち、うわカード欲しいなと思ったら、ぜひ何回も行ってあげてください。ぜひね、はい、自分の好きなカードを当てて、それをねこういう風におじっちゃんさんみたいに飾るのもいいんじゃないかなと思っております。入場特典のね話は以上となりますということで、今回こう新仮面ライダーの特集を、今回ねチャンネルライダーヒロとやらせていただきました。本当にね、私が見た映画の中でも本当に一番面白かったと言える映画だと思います。これは真面目にね本当に、なんでね、まだ見てない方はぜひ、この新仮面ライダー見てね、なんでしょう、仮面ライダーの歴史に刻まれた1ページをね、体感していただけたらなと思います。またねこの動画を撮影してるちょっと前ぐらいですかね、新仮面ライダーが、歴代仮面ライダー映画歴代ナンバーワンの記録を樹立したということで、そうですね、今までね第1位はねあれなんですよ、通りすがりの仮面ライダーがね、そうなんですよ、あの世界の破壊者がずっとねこう玉座に座ってたんですが、ついに新仮面ライダーがね、うん、歴代最高レベルの売り上げを叩き出したということで、おめでとうございます。本当に面白い作品なんで、このように1位になってくれて嬉しいです。ということでね、また今後ね新仮面ライダー上映が続くと思いますので、また見ていただけると嬉しいなと思います。今回の動画は、これで以上とさせていただきます。本日の動画よろしければチャンネル登録、サムズアップの方よろしくお願いいたします。それではね、また次回の動画でお会いしましょう。チャオチャオ。